はい、てんでーす。メンディーでーす。タイゾーでーす。おまんじゅなすき。おまんじゅでーす。おまんじゅ出た。どうも、アフロ中西です。めちゃめちゃアフロやないかい。アフロ中西よメンディー王に引き続きまして今回はアフロ中西王ということでメンディー王ちょっと簡単すぎた、説が出てたんで、まあ、ちょっと土日のみ、サイン店出勤のアフロ中西王で、まあ、今回行こうかなと。結構謎大きい。確かにスタッフなんでねまあどこまで分かるのかと、まあ、一応ね、じゃあ今回アフロ中西を始めていく前に前回メンディー王覇者のチャンピオンの山内から一言、はい、意気込みをお願いします。はい、頑張るぞ。おでは早速いきましょう。アフロ中西を第1問。私アフロ中西が休日にしている過ごし方第1問です。出た。過ごし方最近してる過ごし方っていうか、まあ、最近やってることやね。あよく、あ俺分かった。ヒントは1回だけインスタに出しましたね。ああ、なんかアフロっていうのがキーワードやな、これ結構。インスタに1回だけ出した。では、答えが出揃いましたので、第1問、アフロ中西が休日に最近していること、答えお願いします。せーの、ドン。はい、体操が読書、なっちゃんが、植物集め確かに出してる。まんじゅうが散歩、はい、じゃあなつきの植物集め、これ一番厄介やぞ確かに出してるな、そうインスタ見てたらなんか、葉っぱ、葉っぱよく見てた、めっちゃ見てるやん。じゃあ、アフロ中西さん答えお願いします。答えはででん読書。いやいやいや、普通じゃない、やめちゃう。龍馬が行くとか呼んでるな。何それ龍馬第2問どうぞ。最近、はい、月1回から2回通ってるところがあります。僕何をしに行っているのか、はい、っていう問題でいきましょう。はい、月に1回から2回通ってるところに何をしに行ってるのか、アフロ中西は一体。それはアフロメンテナンスやろ。これはね、結構言ってるかもしれんな。で、行くのみんな、はい、早いよ、俺これすごい、早いでも、アフロの上司が、何だっけ、月に1回から2回通ってるところでしていること通ってるところでしていること。では、皆さん答えお願いします。せーの、どうぞ。お全員脱毛、全員脱毛ということで、はい、もうこれはもうあれですか、ここまでもなく脱毛してますか。言ってました、脱毛してるって。してるって言ってました。次1時間行ってるとこ、ズバリどこですか。全身脱毛、全身に行ってます。いやー正解やん。正解じゃあ全員1ポイント。よし、では続きまして第3問お願いします。僕の苦手な食べ物。おー、苦手な食べ物で行きましょう。はい、よし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 。アフロ中西の苦手な食べ物、なんやろ、全然わからん。これは知ってますよ、僕。でも見た、多分一番長いけど、何も知らん、これ。まあでも、河原町店の時から言ってた気はします。そしてこういうなんで、そういうのも含めやるの。意外にね、ルースの子みんな知ってると思う。皆さん、できましたか。はい、では、アフロ中西の苦手な食べ物、皆さん答えお願いします。せーの、ドン。大蔵が焼肉、なっちゃんが人参、まんじゅうも焼肉ということで、はい、ネギは何やと思ってた。いや俺はもうで途中から、あそういえば肉嫌いっつうなと思って。やっぱ有名。まあそうっすねちょっとなっちゃん、人参、これは自分の嫌いなやつ。なんでやねん改めましてアフロ中西の苦手な食べ物は何ですか。焼肉。あったやろな、ほんまに。中西の今の髪型何ですかの問題と一緒ぐらい簡単ということで今ポイントで言ったら、僕が2、1、3。強いよ。全問正解じゃん。全問正解。すげえ。めっちゃ好きやん。まあそれはね、いいですよ。では最終問題に参
きます。最終問題は多分難易度高いので、正解したら5ポイントです。おお全然逆転する。正解したら優勝でございます。ということで、じゃあ最終問題お願いします。アフロ中西がリスペクトしているルーストスタッフ。うわ、ゆくいな。リスペクトね。めっちゃむずいと思う。あんま言わへん。いやそりゃ別に自分っていうのもあるからね。みんないつもすげえなーって思いながらいつもね、思ってるな。いや中西さん、まあそうですね、僕今自信ありますよ。おほんま。すげえな。全日本制覇、全日本制覇してるからね。結構これむずいっすわ。これ結構難易度激むずい。これ最終問題としてはふさわしい。ふさわしい、よかった。これ確かにあんた5点っすね。いけた。よっしゃ、アフロ中西がリスペクトしてるルーストスタッフは、皆さんじゃあ答えお願いします。せーの、ドン。泰造が寺坂さん、なっちゃんが松井さん。おお、すげえ、見事に割れたな。中川さんと迷ったんすよ。僕も中川さんと迷ったんすよ。そうなんすよ。そうなんや。めっちゃマジでどっちやろと思って。でもね、俺自分と真逆やからすげえなーっていつも思う。そこまでは分かったんすよ。そこまでは出てきたんすよ。いっちゃう？じゃあこの早起きになるし、めっちゃ気になるっす。最終問題、アフロ中西がリスペクトしているルーストスタッフ、答えお願いします。メンディー。俺待って、夏希優勝やな。何の逆転だ。ということで、正解した夏希が、5ポイントということで、アフロ中西賞優勝は夏希。2連覇したんだよ。めっちゃおもろいよ。何しとんねんお前ら。おかしいな。一番歴浅い夏樹が2連覇って、お前なんでなの。もう2人みたいな、なんかその浅はかな俺のせいじゃないっていう。いや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 、ことやな、なっちゃん。そうですね、まあ大好きなんでみんな。おーい、どこ連れてってほしい。こんな感じの、まあアフロ中西さんなので、まあ、まだ皆さん土日だけの出勤になりますが、よかったら会いに来てください。お待ちしてます。じゃあなっちゃん閉めて。バイバイ。バイバイ。